どこよりも早い。2024年夏高校野球愛媛大会大大大天幕スペシャル。ああ、はい、ありがとうございます。いや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 。阿部さん疲れてないですか？最初から。はい、そうですね。もうこの時間少しもう眠くなって,て。眠い、ね。まだ早いでしょういくらなんでも。えーはい、えー、今回もですね、川上さんあの来年に引き続いて、はいうん、まあ真冬にえ来年夏の。 <laughs> 展望するというね、はい、この企画ですね、はい。あの去年もでも大変、えー、多くの方にの見ていただきまして、はいえー、今日はイートのまあイーが誇る解説人四人の方に来ていただいております。はいえー、それでは一人ずつご紹介していきましょう。はい。はい。歳びの一期生として甲子園春優勝、夏準優勝に貢献。 現在は愛媛銀行勤務の甘井健吾さんですはい、甘さんおってましたけども甘井さん、甘井さんからですよ甘井さん、甘井健吾さんはい、よろしくお願いしますはい、甘井さん、はい、お願いしますお願いしますはい、続いて松山商業 OB で2001年夏には一番ショートとしてチームの甲子園夏ベスト4に貢献湯立広和さんですはい、湯立さんよろしくお願いしますはいさあ続いてはい 宇和島東のエースとして選抜初出場、初優勝を達成。現在は宇和島東ボーイズの監督を務めます。小川博さんです。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。今回り西のキャプテンとして、夏の甲子園ベストフォー。<laughs> オールジャパンでも三番を務め、細かすぎる解説で人気の阿部信之さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。 そういうね、まあ早々たるメンバー今年も来ていただきました。で来年のまあ夏の予想をしていくということで、阿部さんどうあ阿部さんなんかもうしっかりとまた分析をしていただいてますね。いや大したことはでいもう名前がね覚えれなくてね最近ねもうででも頑張ってます。頑張ってます。であのまあ。 湯田てさん以外の三人はあの去年もこれ企画していただきましたけどもあのま去年の戦績というか去年どうだったかっていうのをお三ん方覚えてますか安倍さんあの実際川野が優勝したってことになったっていうまあ予想通りじゃなかったでしょうかね私も川野名前書いてたと思うんですけど安倍さんはねあのななんてのもうものすごい数書いてもうねそうですの乗せ込 みんな一つずつぐらい書いてるのにで小川さんね安倍さんなんか八個ぐらい書いてなかったですか。八個もっと書いてたその中にまあ確かに川上高校はありましたけど小川さん川上のやっぱり躍進っていうのは去年の冬の時点ではちょっと予想がなかなかできなかったそうですねあの秋の成績を見てもですねなかなかちょっと予想はできなかったですけどねやはりあの夏の大会に入ってあの川上の 監督はい菅さんがはい菅さんがあの心を通わせるっていうね言葉をたくさんねあの言ってましたんでねその心を通ってのね優勝だったと思いますねなるほどねはさんはどうですかあの去年の自分の反省点ということになると反省点です全部反省なんですけどやっぱり川の江戸湖優勝したのもうしあみで 見て一戦ごとにこうチーム乗っていって、はい、はい、でまとまりが出てきたんじゃないかなと思ったんで。うんうん、決勝も、これその逆転するんだろうなと思って見てたら、やっぱり逆転したんで。うんうん、試合を通じて、強くなったなと思いましたね、うんうん。そこは当てたぞっていうことですか。内心だけですね。<laughs> いやでも、それだけ、まあ混戦ですから <laughs>、うん、まあこの時期にね。まだあの半年以上あります。から、はい、<laughs> この時期にっていう <laughs>。ゆうなさん、どうですか。あの初参加ですけども、はい、この企画、今日はあの、いろいろと。 あの取材をされてきましたか。そうですね。あの阿部さんがね、こう書いたってことなんですけど、僕はえっと一校しか書いてないんですけど、一発で当てたいと思います。さすがちょっと気合いが入ってます。じゃあどうしましょうか。あのまあ今年もね、あの趣旨を趣旨説明してください。阿部さん。今年もですね。あの皆さんに。 夏の愛媛大会の優勝校を皆さんに予想してもらうという形です。うんうんうん、だから本命対抗注目ということで、うん、えっと三つに分けて皆さんにはもうすでにあのフリップに書いていただいてますので、はい、これを発表していくという形を取りたいと思います。はい、で、えっ、ー、とどうしようかな。あのちなみにですね、ちょっとあのこれひっくり返しますよ一回、一回ひっくり返しますが、あのこれが今年の 秋のの時点ト、えー、トーナメントなんですよ県大会に出場した16個、うん、なんで、まあ、もちろんあ新チームになってからの初めての公式戦で唯一の公式戦ですからこれを皆さん、まあ、ある程度は参考に大庭さん参考にしたということにもちろんこれが一番、ね、参考になりますからね。秋の大会自体はどうですか大和さん見てて そうですねやっぱりあのね、うん、えー、夏の大会でえー 2年生、1年生そういった下級生がね活躍したところがなんか上に来たようなそういった感じはしましたけどね夏の時点で結構、松山商業にしても今治西にしても残ってその経験というかね夏から秋にかけてはもう時間がないですからねそういった実践を積んでいる選手が多いところがね上に行くっていう感じはししまたななるるほほどど安倍さんはどうですか、この秋の大会っていうことになるか。 そうですね。うん、やはりこうまあ、今は西がやはりこう自力があったっていうところもありました。けれども、うんうん、ま新、あ、田高校にしろですね。はい、非常にこう私立の強豪校がですね。ちょっと苦戦をしたっていうところもありますよね。新田、うん、ね、このあたりでね。もう結構これあれですよね。あの地区もそうだし、あの私立同士とかあの県立同士とかかなり偏ったブロックになったんですけども。うん 湯田さんどうですか松山商業母校が28年ぶりに秋を制したということもありましたけども、はいはい、そうですね、うん、あの夏に向けてですね、うん、この秋の大会の経験っていうのは、うん、すごく大きなもんになると思うんですね、うん、やっぱりですねあの守り投手力を含めて守りがね、うん、すごくしっかりしている今今年のチームなので、うん、あの夏も期待できると思いますね、うん、なるほどなるほど、はい、そのあたりもじゃあ本命対抗注目あたりに入ってくるかもしれないですけどね、はい、天井さんは秋の大会どうでした やっぱり小川さんが言われたように本当に時間、うん、夏から秋には時間がないので、うん、やっぱり1、2年生試合経験豊富な子が多いところのち上が勝ち上がっていったような大会だったと思うので、うん、それ,は,それでは松山商業のピッチャー2枚いると思うんですけどその2人がやっぱり主軸になって、うん、あの相手チームを抑えていったので。うんまあ 順順当当ととななのか思うころもありましたねただ安倍さんこの3校が岡島東も含めてですけども四国大会でやっぱり勝てなかったっていうのがね一つちょっとまあまあでもね松山商業の林くんと大垣くんにお話を伺いしたんですけれども非常にこう収穫がたくさんあって林くんなんかはですねやはりいいチームと試合してますからやはり全国級で勝つためにはですね やはりこう追,い込む追い込むまではできたと、はい、ただ追い込んでから少し甘い球になってしまう、うん、そこをやはりしっかり捉えられたっていうところの、うん。 反省点ででそこ強化していいいきたとう話かすね大垣君なんかはですねやっぱり自分のストレートっていうのはある程度力あるでもこの大会には投げれなかったんですよねですがいいピッチャーを打つことができたいいピッチャーっていうのがですねやはりアウトコースにうまくコントロールしっかりしてくるとそれでポンポンと追い込まれてしまって最後打たせないそういったピッチングをしてくるっていうのがですね自分もだからそういったアウトコースにまずきっちり投げられるそういったところをやはり練習して していきたいってこともね話してくれていましたね。なるほど。まあ秋の大会は松山商業が一位、今治西岸二、和島東が三位行ということで四国大会出場しましたが、まあいずれも、えー、まあ一般選考でね、えー、選抜に選ばれるのはちょっと厳しいかなという、うんえー、そういう戦績ではございましたけども、はい、まあ夏に向けてということになります。じゃあ,あ川上さんひっくり返しましょう。はい、えー。それぞれのはい。山本さんちょっと曲がってますけども、ああはい。 まずは本命校ということで、えー、それぞれの本命校を挙げていただくんですが、えー、じゃあ、ここはどうしましょう,うん、甘井さんからいきましょうか、はいえー、年下からということでいきましょう、甘井さんの <laughs>、えー、本命校を挙げてください、今治西、ですね今治西、うん、秋の準優勝チームですけども、はいえー、じゃあ、どうしよう。まずひまず 理由を聞いていてきましょうか今西、はい、やっぱり悔しいと思うんですよね、うん、夏決勝戦で負けて、はい、秋も優勝できなかったんで、はい、やっぱりここはこの悔しさを持って夏に臨んでくれると思うんですよね、うん、あとは2年生1年生主力で夏に出てましたから、はい、その経験値も必ず生きてくると思うんで、うん、秋は重賞でしたけど、はい、夏はこれは かな必ず頂点を狙ってくるんだなと思うので、本命にしました、うん、本命が今治にし。じゃあ、これぐらいのちょっと感覚で聞いていきましょう。まずね、うん、じゃあ、えっ、ー、と、ゆらさんいきましょう。湯ら、はい、さんの本命を挙げてください。はい、湯らさん、あの、普通ね、あの、こう、こういう状態で、こう、<laughs> はい、めくった方がいいと思うんですよ。これで、こう、ゆらさんこ、これでめくせ、はい <laughs>。これ、ここで,ペラッとうで、怒っている。はい、わかりました。しはい。湯らさん、松山商業ですね、はい。そうですね。はい 松山これはやっぱりさっきも少し話してくれましたけどもはいあのやっぱりですねえ投手力一番はそこですそれとあとバットがね夏から春からか変わるのでやっぱりピッチャー有利っていうところを含め守りもしっかりしているやっぱりそこで大野監督のええ 守り勝つ野球っていうのが、はい、そろそろ花をさ、うん、探すんじゃないかなと思っております。うんうん、なるほど。はい、ええー、その辺のね、低反発バット、これはね、もう本当に、あの高校野球界にとって、大きなもう事件ですから。これはまた、後ほど、お話もいただくんですけども、これは夏を占う上でも、重要な要素になってくると思います。えユ、ー、ダさんは松山商業本。はい。じゃ、小川さん、いきましょう。はい。じゃあ。ああら。 暴行を宇和島東を上げてくれました、はい、はい。その理由はまあ,あの2年生、1年生ですかね、今、はいえー、夏には2年生ですね、2年生の,あの2人のピッチャーですね、順調に、ねはい、あの成長してますし。うん えー、なかなかあの二人を打ち崩すっていう高校が、僕はないような気がするんですよね。はいはい、それぐらい、あの、いいと思いますね。<口>菊沢川口。はい、はい、コントロールもいいですし、うん、たまに力も出てきてます。はい、まあ、本当ああいったピッチャーが、あ、二人いるってことは、うん、夏の連戦に勝ち上がれるんじゃないかなという感じはしてます。うん、まあ、あと打線が少し弱いとか、ね、はい、あのー。 えー、ディフェンス面でエラーが少し秋は出ましたけど、うんはい、そこらは冬にね、うんえー、十分調整できると思いますのでやはり夏は、うん、あしっかりした2枚の、えー、2年生ピッチャーが、えー、勝ち上がるには必要なんで、うんはい、僕は母校ですけど、うん、一番手に上がるんじゃないかなって思ってます。なるほど、はい 別れましたねここまでは被ってないですけどもじゃあ安倍さん行きましょう行きましょうか安倍さんの本命項これは絶対被らないようにこれどうここであ、そうでちょっとこ土曜めきが入るかと思いますけれどねこの西条高校ピッチャーいいです宇佐美君宇佐美君はいいですねまあ練習試合でもですねあの鳴門渦潮に対して一一点で抑えてるっていう話も聞いていますし まあ、細部との練習ゲームでもですね、三、はい、対二。はい、まあ、ほとんどの練習ゲームで、やはり二点以上あまり捉えてないという話聞いています。そして、あの、急速もですね、まあ、百三十五キロ、ね。左ですからね。左でもう平均して百三十は必ず超えて、いる,る数字を出してきているんですね。はい、で、本人自体も春先には百四十キロ出したいと。いう、うん、ような気持ちもありますし、<ー>まあ、ピッチャーもね、あの。 左の宇佐美君だけじゃなくて西尾君であったり水本君であったり宮崎君非常にピッチャー陣が非常に揃っているというところで非常に投手力があるそれと打線も去年の高木君中心バッターがいますしままだ高木残ってすねそれと2年生に近藤君というスラッガーが出てきているんですよこの飛ばないバットでももうホームランを打っているという話も聞いていますからねここ楽しみですね。なるほど あ川上さん、これ4人が4人全部分かれましたけどもあ全部でも県立安倍さん、県立ですね偶然にも全部偶然ですよね、これまあ、改善者の中でみんな別れようという話もしたんですけれども、したんですけれども、これ、私立が入ってなかったのはね、ちょっと。濱さんなんか、僕はね、さえですけども、松山なんか、私立、他にもいっぱいね、有力はありますけども。 どうですか秋も、まあ、言ってみたら参考とも、四国出場したの参考とも県立だったじゃないですか?うん。はい、このチームというのは、県立の方が力ありそうですか?。ここ、去年ぐらいからちょっと。うん、見た感じ、私立が押されているから。あ、感じします、ね。うん、感じしますね、うんあ。なるほど、なるほど。小川さん、なんか、その辺どうですか?。うん、そうですね、本当。うん あのここ数年ね、県立高校の躍進がね。うんはい、やっぱり愛媛県のね。もともとのその強豪校っていうのはね。こういった？今日上がってる。この4校、中心に野球がね。はいはい、そうですよねあ。あったわけなんでなんか、うん、久しぶりになんかワクワクする感じもしますし。しまあ、私立高校もね。はい、頑張ってほしいんですけどね。<ー>はい。でもこの4校おっしゃる通り、もうまさに。 愛媛を代表する伝統校甲子園でも実績のある高校ということになりますがさっきあのねあののね井田さんから低反発のバットの話もちらっと出ましたけども小川さんなんかどうですかあれ中学もあの小川さん指導されてるあの選手たちはもうバット変わって、はいないですですか。 ジャイアンツカップっていう中学で一番大きな大会があるんですけどはい、はい、で出場されました、ねはい、そこで試験的にその大会のみ低反発バットを使ったんですけどね中学3年生のその夏の時期っていうのは、はい、一番練習もしてもう、まあ、中学生ながら脂の乗った、ねはい、中3それもジャイアンツカップ出てくるような選手は、うん、高校行っても高校生と遜色ないぐらいのバッティングするんですよね。だから毎年毎年年 7対8とか、9対10とか、そういったランダーが続くんですけど、今年のジャイアンツカップの1回戦16試合中1対0という試合が5試合、2対1という試合が3試合、なんかそういうロースコアなってますよね。いきななったんですか。そうなんですよね。はい。まあ1対0という試合はねあまりないんですけど、中学の公式野球っていうのは。 ま、その試合が5試合あったわけですからね。はい、ま、それだけバットの影響は大きいということでしょうね。じゃ、あもうこれ高校でね。あの春以降、選抜以降、うん、もちろん来年夏の大会も低反発のバットになりますけども、やっぱそういう傾向になりますか？まあなるでしょうね。あ<ー>はい、今、まあ、あの今まで長打になってた分がならない、うん、ね。今までヒットになってた分が、えー、ならないで、そういったね、うん、ことになるんだとは思うんですけど、うん、はい、そういうことも踏まえての。 とということに宇和島東2枚っていうことにもなり、ますかもちろんそうですね、うんはい、そこも考えながら、うん、やっぱりそのピッチングスタッフがしっかりしているところっていう、はい、それも2枚いるっていうのが、はい、僕が本命に挙げた一つの大きな要因ですけどね、うんうんまあ、松山商業もね、はい、あの湯田さん、の林君と大垣君がいるんで、はい、やっぱりこの辺も大野さんも、ある程度失点も計算できてっていう戦いができるということですかそうですね、うん、やっぱりあの、はい 言われたようにホームランっていうのは多分減ると思うんですね、約1割、100メートル飛ばす子であれば、90メーター。じゃあ、飛距離もちょっと1割ぐらいは少なくなるんじゃないかい数値で今、出てるみたいで、例えば100メートル飛べばホームラン、でも90メーターだったら外野手が追いつけば、外野アウトになってしまうので、なるほどそのこう得点する野球の仕方がちょっと変わってくるんじゃないかなと思いますね。はい これね、あの松山商業、あの二人って言ってますけれども。まあ、あのユダさんにも聞きたいんですけれども、大野監督足立君っていうね、左の。大選手、私キャッチボールを見ててもね、非常に綺麗な投球をしてたんですけど、この足立君は。出てくるんじゃないかな。いや、そうですね、あの、先週ですね。あの、沢田顧問とですね、ちょっとお話をしまして。あの、左の足立は。 本当に可能性を感じるようなピッチャーだとそういうピッチャーがもう1枚この夏に加わってくればですね本当にすごく楽な戦いができるようになると思いますね。右2枚と左といううタイプのピッチャーなんでですすかそねストレートにかなり力があってですねちょっとコントロールに不安があるんですけど腕の振りがすごくいいピッチャーなので。 あの特に左バッターというのは打ちにくいピッチャーになると思いますね。なるほどなるほど。コラベさん加わって来たらそれこそ三人でマースンタ磐石です。そうなんですよ。まああだ君といえばね今年の夏の大会夏の大会の三年生にねお兄さんがいたんです。まあ夏甲子に行けなかったからね。まあその悔しさを背負ってですね頑張ってくれてると思います。母校の今治西はどうですか。甘井さん本命に挙げていただきましたけれどもどうなんでしょう。 川合にしてはやはりもう渡地君が中心になってくる、うん、やっぱりピッチャーがまず中心になりますけれども、うん、まあ渡田地君を含めですね非常にこう,、はい、うん木下君であったりャ、ね、あキャッチャーの木下君もいいですし、まあ、長田君がいたりね。はいまあ あのタレント揃いなんですよね打線はねだからいかにこうピッチャー陣がねあ福岡を挙げなきゃいけないですけど福岡君も四国大会でちょっと覚醒したところありません愛媛のスラッガーになりましたねちょっと前にね安倍さんが可能性あるよとこの四国大会で彼が覚醒する可能性あるよっていうの安倍さんおっしゃってたんだけど2本ホームラン打ちましたからねそうですよねだから非常に自信つけましたね高知高校の平君からホームラン打ちましたからねだからやっぱその辺はどうですか安倍さんあの 今治西やっぱり本命を上げた理由っていうのは打つ方やっぱ僕は打つ方,打つ方、はい、やっぱり経験っていうところで、うん、やっぱりこう、まあ、今まではメジャーリーグ打線で最初の方うに言われててかなり大振りが目立ってたところがあったんですけど、うんうん、この夏の大会はかなりシャープで力強いスイングをやってたんで、はい、これは来年もぜ継続したら楽しみだなと思ってたんで、うんうん、僕はピッチャーというよりは打線で勝っていくんじゃないかなと思ってます、ねうんうん。なるほどなるるほほどど 千場監督はどうですか、阿部さん、やっぱりその打線の方もも、ねはい、メジャー打線というのは出ましたけども、ね、いろんなものを取り入れながらこう、洗練されてきてるなっていう感じもしますけど、ね、ま今度はねあの、来年は飛ばないバットになりますけれども、うん、まあメジャー打法というのはね、そういった打法、あの木のバットの打法だから、はい、もう自分たちには非常に有利になって、アドバンテージになってくるという話をされていました。去年のチームっていうのがですね、うん メジャー打法に対して平均値を取れば選手たちの平均を取れば50%ぐらいだったんだとでも、今年のチームに限れば非常にそういった経験値が高いですからおそらく夏までには75合格点をげれるようなバッティングになってくれるんじゃないかなといいう話をししててくれまたねやっぱり川原さん、バットが変わるからバットをいかにしてアドバンテージに持っていくかというのをどこも考えているということで今日、実は湯舘さんに。 新基準のバットを持ってきていただいたんですよ。で、ちょっとその新基準のバットでもメーカーによっていろいろあの違いがあるっていう話もある。ちょっと伊沢さん、あの説明をねしていただきたい。はい。一サイズの？あの、ういになってるんですか？まず昔のバットとのこの違いなんかも含めてね、はい、説明。ちょっと伊沢さんこちらの方に、はい、説明していただいていいですか？はい。これね、これが新しい。一級 普通の金属バッグと比べたらわかると思うんですけどちょっとまあカメラさんどううでしょうこっちの67ってここに書いてるやつが今,今現在のえっと。 金属バットですね。六十七とここに書いてますね。これが現在の新基準になる前ということですね。六十七こな何ですか単位？これは六十七パイと言ってここのバットの太さになるんですけど、ここの太さ。はいはいはい。これがと現行のあ現行ではない今のとバットでですね。新しく変わるバットが並べたらすごくわかると思うんですけど、これがら六十四パイって言ってこっちの細いってことですか？細くなってるんですね。この六十四パイっていうその 数字は何かって言ったら木製バット。この木製バットの太さと一緒になるんですよ。じゃあ細くなるっていうことですか？これ二つあって。そうですね。細くなります。低反発になって細くなる。細くなってどうなるんですか？これなんで飛ばないんです？これは重さは一緒なんですけど、なぜ飛ばないかというとここの金属芯の部分ですね。バットの芯の部分があるんですけど、ここの金属を薄くすればするほど。 トランポリン効果と言って、こうボールの衝撃を受けて跳ね返る、その反発が薄くすればするほどこうなりますよね。あなるほど飛距離として出ま飛距離として薄い方が芯が薄い方が。はい。といことは新しいのは芯が太くなってるわざと逆に。はい。これをゴつくしていることによって反発係数を下げている。なるほど。ということによるえっとで打球速度これがかなり 落ちるらしいんですよなので今まで言ってた三遊間を抜けるようなゴロでも打球速度が遅くなるので追いつきやすくなりますしその長打今小川さん言われてたように長打っていうのも外野手が追いつく可能性っていうのはすごくありますよね。ななるるほほどどどどねこれがもうんん もう全部この要は細いやつに変わっていく、ね、ということですね。はい。ああ、なるほど。ありがとうございます。はい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 。いやこれがね。はい、はい。もうこれでも。 相当な影響、安倍さんありそうですね。そうですね。うん、まああのう、薄さがね、ま昔のはですね、うん、3ミリだったのが4ミリ、うん、まあ1ミリ分厚くなっただけなんですけど、うんはい、まああのカタリナのウキ監督とか大野監督の話ではですね、はい、やはりこう。 低,い低めの球をしっかり打ってライナーを打てば非常に速い打球が飛ぶんだけれども高めの球をの少し甘い球をちょっとホームラン性のような当たりをしたときにはボールが沈んでいくとか,なんかねそういった表現だからえーカタリナの浮田監督なんかはですねとにかくちょっと低めのストレート系の球っていうのをとにかくライナー打つ練習を今してさせてるんですということを話されていましたね、うん。ささん、んん島東の長瀧さんなんかはその 守備の方もね打球がね来ないんで守備、はい、の方の戸惑いとかね、うん、そういうのも影響としてやっぱ出てくるとやっぱ守備のミスっていうのがそういうので今までの感覚でやっぱり打球が来ると思ってても来ないとかそんなのありますその、うん そのバットの音によって打球が速いのかっていうのを判断するところがあるんですよねだからそこの辺の戸惑いっていうのはあると思うんですけどやっぱりこれ最終的に慣れないといけないいいとけですよねだからたくさんそういった打球を受けるとかそういったことでそこはカバーできるんじゃないかなと夏には大丈夫じゃないかなと思いますけどねはい。 これ、かなり変わってくると思いますよ、本当に守備もボールが飛ばないていうことは、ですねやはり外野手は前に守らなきゃいけないっていうことがあったり、内野手であれば、ゲッツー取るのも時間がかかりますから、やっぱり来るまでに時間がかかりますゲッツー取るの難しくなってくるとか、やはりランナーの動きにしても、やはりワンヒットで帰れる範囲っていうのがまた違っそれはコーチングも変わってきますしね。 バットが変わるので守備も変わる走塁も変わるその辺はユ田さんやっぱりそそんな感じでですすかうねやはり言われたように一歩目のスタートであったりとかすごく大事になってきますし野手であればその分、肩もいるだろうし足もいるだろうしやっぱりそういう守備への意識というのをどんどん 入れていかななないいいいいとと、うん、勝ち上がっていくっててくうのは難しいと思いますねる、うん、るほどなるほどいやこの、まあ、4校を本命というふうに挙げていただいて、はい、このじゃあ阿部さんやっぱり冬の間のトレーニングっていうか、うん、どんなふうに練習していくかっていうのもいつも以上に重要になりますね。といどのチームもですねまずとにかくピッチャー中心ですよねピッチャー中心しっかり守っていきたいっていう話をされていましたけどその中でも上和島東の永谷監督なんかはですね、うんはい やはりテーマとしてはですねまあ今は飛ばないバットになった、はい、飛ばないバットを使ってない疑惑ない疑惑が疑惑それぐらい飛ばしたいんだということですか、ええ、だからそれぐらいねパワーアップしたいんだとなるほどじゃあどういった練習するんですかっていう話をしたとき、うん、いやそれは言えませんでもね今までと違ったトレーニングを積み重ねてですね、うん、やはりこう後ろに打線復活しますっていうことをね夏までに春とは言わなかったです、うん 夏ままでに復活させますってことは、ね、あえて飛ばないバットで、後ろに打線復活、ええええ、そうなんですよ、<ー>だから楽しみですね。うん、天樹さんなんかね、さっき今治西が、どっちかというと、やっぱディフェンス重視とか、ピッチャーがいいチームが並ぶ中、まあもちろん今治西もいいですけど、はい、打線が、その飛ばないバットでも逆に、じゃあ、その打線の力が発揮できるんじゃないかっていう、はい、そういう意見でしょ。そうですなんです、うん、の振りを見 周りの振りを見てたときに、かなりシャープだったんですよね、みんなが大振りすることなかったんで、それは戸惑いバットになったとしても、怪手の間を抜けたりとか、今までの打撃をスタイルを変えなくても、十分ヒットを出たり、点数は取れるんじゃないかなっていう思いで、本命にしてますなるほど、なるほど、その辺の考え方もね、あると思いますので。ということで、4人に本命を挙げていただきました。 えー、ということで、えー、もうだいぶ経ちましたので、あの、前編はこれであの、終了ということで、いいですかね、はい。あっという間に、あっという間にえっ、ー、と、この後、後編はですね。えー、対抗注目ということで上げていただきます、えー。前編はこれで終了です。じゃあみんなで前編終了のあの、今日はこの辺でゲームセットっていうのがいつもありますので、はい、はい、皆さん、一緒にやっていただいていいですか。はい、はい、はい、やりますよ。あの。 あの、えー、あの、あ、そうですね、あのカメラに向かって。はい。じゃあ、えー、前編。この辺で。ゲームセット。トあ、もう一回いきましょうか。<laughs> <laughs> もう一回いきますよ。四人の方に本命校を挙げていただきました。前編はこれで終了です。今日はこの辺で。ゲームセット。